いた。鍛錬お疲れ様。精が出るね隊長。さーて何でしょう。当ててみてよ。違うってば。別に任務じゃないよ。今は次の仕事まで暇だから自由時間を満喫中。これはね、誰かを応援するときに着る衣装なんだって。さっきもらったやつなんだけど、副司令から誰に頼んで作ったんだろうね。これわかんないな。副司令たまに謎のつてで変な服を仕入れてきたりするから、これもそうなんじゃない。当たり。日々熱心に鍛錬を欠かさない真面目な隊長にちょっとした応援で花を添えてあげようかなって。感じかな。フレフレ隊長、頑張れ頑張れ隊長。どう？ほらほら、ぼーっと見てないで。ちゃんと鍛錬の続きをしないとダメだよ。脇を締めた方がいいよ。そうそう、そんな感じ。そっちの方がちゃんと刀に力が伝わるよ。隊長、また手が止まってるよ。そんなにじっとこっちを見てもしかして私に見とれたの？言っとくけど、ちゃんと下に履いたり着たりしてるからね。ヒラヒラする衣装だから見えちゃわないように。何がとは言わないけど。あ、今想像したでしょう。別に想像するくらいは好きにしていいけどね。気になってるのかな。隊長ったらやらしい。はあ、休憩終わりっと。なんか結構元気出たかも。応援しに行ったのは私のはずなんだけど、なんか逆にやる気が出たような。変なの。最初はなんでこんな服をと思ったけど、なんだかんだで喜んでくれたみたいだし、ちょっとだけ視線が気になっちゃったけど、また着てみるのも悪くないかな。あんな風に二人で遊べるのは
楽しいし。さて隊長から元気ももらったし、平和のため、ついでに私がちょっとだけ日々を楽しく過ごすため、お仕事を頑張りますか。